ローズさんの展示会。イエーイ。あ、池田さんもいます。あ、ちょっとピントが合いません。あ、いまーす。お疲れ様です。お疲れ様です。ここ別注コーナーになってて、おマルとオデットの。あ、ほんとだ。これはマルの人気のローファーを、ちょっと革を柔らかくしてます。秋冬私もやっと買えます。で、こっちがちょっとサンプルなんであれなんですけど、撥水機能がついたブーツでーす。なんで雪でも雨でもいけちゃうブーツ。イエーイ。あ、 H、 あ、支点もありますね。と、トゥーとグリーンレーベル、アストラットで、ここがいつもお世話になってるオデット用。ああ、お世話になっております。大変お世話になっております。秋冬からリブランド。あ、なんかちょっとロゴも変わりましたね。で、ユーネンマトフ、マトフですね。ロエフ、はい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 。マルがこちらにドーン。鏡にロゴも入ってます。おお、マルでーす。あ、全然全然マルでーす。ちなみにこっちはあるね。はい、戻ってまいりました。マルのビジュアルはね、これからお披露目になります。あ、ステッカーも散りばめられてますね。あ、もう紹介しちゃいましょう。秋冬はシルバー925、いいアクセサリーを作っております。ちょっと詳細はまた後日。開けらんないですもんね。あ、ここ、あ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 、やだー。あ、やばい、今補聴か。これなんかスウェットとかの上にもつけれるし、今日のにもめちゃくちゃ合いますね。はい、マルの2023年秋冬、先にちょっとお披露目していきたいと思います。みんなが気になっているリュックからいっちゃいます。こんな感じでできました。あの、お仕事にも使えるし、ママさんたちも使えるし、なんなら男性の方ユニセックスで使えるように、見た目はドシンプルにかっこよくしてます。ここにポッケはないんだけど、サイドにまあ、飲み物だったり何でも入れられるようになってるのと、中はポッケが充実してたり、ここも充実してたりで、ここもパソコンが入れられるようになっているし、実はここ開けるのがもう一箇所あるので、ここからバッて開くようになって出るし、さらには、まあ、パソコンだったり iPad 入れてもらってもいいんだけど、ママさんたちはここにね、中への入り口があるから、こうやってしょいながら、ここでこうやって物が取れるようになっております。中見えするように、この辺ブラックの、このシルバーじゃなくて黒の金具にしてたりして、めっちゃかっこいいっていう。ちょっと私が金髪すぎてちょっとハレーションやばいけど、チョーカーもそうだし、今回このマルの複雑な丸を形にしたこのピアス、めっちゃかわいいです。すごく、あの、長く使えるような素材だし、リング、こう複雑でインパクトあるんだけど、華奢なので大人になってからも使いやすいし、一連とにこう複雑なのを重ねてつけてもいいし、別々のところにつけてもいいしっていう、お好みで使えるやつ。この丸いラフなショルダーバッグでしょ、こんな感じでこうやって持っちゃっても可愛いでしょ。ラウンドボストンも再入荷します。スウェットが3サイズ展開で、もうコンパクトなスウェットから、たっぷりな丈感のものから、ちょっと袖幅を
たっぷり持たせて、まあ、3サイズ展開で低身長さんから高身長さんまでお好みの着こなしができるようにしている。でさらっとここに丸の後ろにねロゴがあるやつ、あやべつけっぱなしだった忘れそう。丸の定番となったアボカドダウン、まあ黒展開を今までしてたんだけど黒好きからするとちょっと青い黒だったので、今回やっと生地を見つけて黒好きによる黒好きのためのアボカドダウンを作りました。めっちゃかっこいいです。今までカサカサした素材だったんだけどちょっとつるっとでもマットな感じなのでメンズライクに着れるし、今まで通り丸いシルエット、ほら黒コーデ合わせもめっちゃ可愛くない？あとこちら昨年すぐに完売してしまって手に取れなかった方が多くいらっしゃいまして、私もそのうちの一人なんですけど、コクーンアウター、前がボタンが見えないデザインなんだけど上だけ見えるからこうやって着てもいいし、さらにはここを立ててこんな感じで着てもいいし、全部開けちゃって着てもいいし、なんかスリーフェイスで楽しめるアウターです。あとこちらファーストシーズンで作った究極のシンプルコートっていう、もう素材めちゃめちゃいいやつ使ったコートがあったんだけど、それを時代を問わず長く年を重ねて極端に言うとおばあちゃんになっても着たいっていうシルエットで作ったもので、若干 A ラインなんだけどサイドにスリットが入っていて、でロング丈すぎないでリバー仕立て、もうさらっと軽くあったかいっていうシンプルな大人アウターを私は作りました。寒い時に首元立てられるようになってます。イエーイ、やっぱちょっと金髪すぎるね。あとはこういうショート丈のベストなんかもダウンベストなんかも今年は作ってます。これ着るとちょっとねここがパフッと丸くなって可愛いやつで、中のトップスもちょっと若干ね若干こう薄手でな、ちょっともうあの柔らかい感じで作ってます。あとこのニットのセットアップだったりカーディガン、このカーディガンはもう丸らしく丸いコクンシルエットで着た時のシルエットが丸く、わっバフッとしてて超かわいい。これこの辺のねシンプルなもう後ろスリットがしっかり入ったキャミワンピだったりレザーのジャケットなんだけど、これいろいろねこだわりがあるんですよ。ちょっと角をね丸くしてたりして、であと肩を落としてちょっとルーズに着れる感じだったり、さっきねスウェットこれ38サイズかな、ゆったりサイズのスウェットなんだけどこれも実は丸く後ろがなっていたり、スウェットでいうとこういうね袖が丸くパフッとなってるちょっと短め丈のジップのやつだったり、今季ジャケットでいうとこの絶妙なグレーとも言えない黒とも言えない、まあ黒好きのためのジャケットです。ちょっとオーバーサイズで、で三つボタンこれ今38サイズだから大きいんだけど、そうこんな感じね。あとちょっと素材が珍しい、こういう感じのバルーンスカートとビスチェとシャツでもトップスでも着られるトップスシャツだったり、これ超お気に入りなんだけどワンピースでハイネックでノースリだったり、こちらはですね腰回りをしっかりカバーして着痩せできるジャンパースカートだったり、さっきのジャケットと同じ素材で今回はこういうショート丈のちょっとコーデにプラスできるようなアイテムだったり、こんな感じでいろいろと作っております。あーそうだ、ありがとうございます、ありがとうございます。あれ池田さん今日着てるの何ですか？本日の池田さんのコーデ白すぎるかな、あちょっとライトグレー、なんかちょっと照明の関係でねパルの気の利いたアメスリですね。このパンツも
F ダブですね。あの下の部分が折り返しのデザインになっていて、すごくねカジュアルなんだけどラフすぎずに履ける、もう素材感も可愛いんですよ ね、 いいですね。あとこちらですよ、こちらファーストシーズンで大人気だった簡単おしゃれ店トップスの進化バージョンでございます。前後差とかもねあのつけてるし、首周りはこれ立つんだけど、ファーストシーズンのものよりも立つんですけど、なるべくつかないように 3、4回修正しました。はい、ちょっと変わったんですね。あ、そうなんですよ、ちょっと生地がまんまファーストシーズンと同じやつじゃなかったので、ちょっとねいろいろ変えたんですよ。やっぱ首つまりデザイン丸多いんですけど、これに関しては詰まってんだけどしっかり抜けるから、マスク外してるね今もしっかりと着やすい。あ、そうそうそう、あ、そう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 、あー可愛いっすね、アイス、アイス可愛い、安定の、安定の、ありがとうございます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 。そんな感じなんですよ。そう、今期はねもうやっぱ出産でやっぱねあの反動がものづくりへの、うん、ああいうの欲しい、こういうの欲しい、でもおしゃれしたいとか、でもちょっとね、うん、おしゃれしたいけど実用性もあって欲しいなっていうので、ライフウェアなんだけどファッションウェアっていう、そこのマルで新しいベーシックスタイルの提案っていうので行っておりますので、ぜひご覧ください。ではマルの秋冬シーズン、すっごいここ明るすね。それではマルーの秋冬シーズンお楽しみに。バイバーイ。